2019オートバックススーパー GT ラウンド8茂木予選を終えました8号車の皆さんにお越しいただきました。アグリさん、ファンの皆さんはどういう状況だったのか非常に心配しています。可能な限りで結構です。どういう今おそらく原因追及中だと思うんですけども、予選終わってないよ、うち始まってない始まる前に止まっちゃった感じで、まあちょっと燃料系の問題で。明日はそのトラブル大丈夫そうですか？大丈夫です。いや、明日期待しております。大丈夫です。久々の Q1 担当で野尻選手4位でバトンを渡すことになりましたけども、いかがでしたか？まあ個人的にはね、まあ Q1 というところで、今回は全車ノーウェイトハンディなので、そういった意味でしっかりと Q2 に、バトンを渡したっていうところは、いつも以上に、手応えと嬉しさを感じていますけれども、まあでも結果で見るとね、8番手なので、またここからね、チーム全員で気持ちもそうですし、いろんなものを作り直して、明日のレースのグリッドにつきたいなと思います。はい、Q2 担当しました伊沢選手です。非常に残念な状況になってしまいましたけども、で公式練習も含めて非常に調子も良かったというところだったんですが、振り返っていかがでしょうか？はい、フリー走行から、ね、予選にかけていろいろ車も、ね、考えた結果、野尻選手が、ね、非常にいい形で Q1 突破してくれたので、まあ、僕自身も、今年最後の予選ということで非常に、気持ちを入れていったんですけども、まあトラブルは非常に残念でしたが、まあ、車の、ね、状態も含めて明日、ね、しっかり追い上げるレースをしたいなと思ってます。いよいよ最終戦になります。はい、今年は、ね、なかなかうまくいかないこともあったんですけども、まあ、最後、ね、自分たちの満足できる走りが、ね、できれば、全てが、ね、報われると思うので、自分自身後悔しない走りを、ね、最後までしたいと思ってます。皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございます。伊沢選手でした。野尻選手も明日最終戦に向けてお願いします。はい、もちろんドライバー2人もそうだと思うんですけれども、チーム全員がしっかりと最終戦にふさわしい力を出し切るレースにしたいなと思います。まあ、その結果としてはね、レース終わった時にしか分かりませんけれども、まあ、とにかく最終戦らしく力を出し切るということだけに集中して、全力を尽くしたいなと思います。ありがとうございます。アグリ総監督、 DTM の交流戦も残してはいますけども、シーズンとしては明日最終戦です。向けて一言お願いいたします。ちょっとね、残念な、ね、予選結果だったんで、本当にドライバーたちに悪いことしちゃったんですけどね、まあ明日がレースなんで、去年はね、いい終わり方で締めれたんですけど、まあ、今年も最終的にね、レース終わった時にいい終わり方ができればいいなと思ってます。まあそんなに暗くないけどね、はいはい、頑張りますよ。はい、8号車の皆さんでした。みんなで応援しましょう。頑張ってください。